川端智恵さん N 高東京ジュニア勢が続きます。4番滑走全日本ジュニア2位川端智恵、ジャンプの高さダブルアクセルで最も高い数値を出したショートは7位。2年連続の世界ジュニア代表を目指します。まずショートで全体トップの加点を得たコンビネーション、トリプルルッツトリプルトーループ、少し詰まりましたかね。出来栄え1点近くついています。トリプルループ綺麗に決まっています。ダブルアクセル、トリプルトーループ、2つ目のトーループの方が高く上がりましたね。前半にジャンプもう一つ。トリプルフリップ。ステファン・ランビエールさん振り付け、しなやかな腕の振りに感情を込めたいと話します。難しい大人の曲調ですけれども、しっかりと自分のこう表現がありますね。コンビネーションスピン、たおやかな前半から情熱的に踊りたいと話す後半です。ダブルアクセル、ダブルトーループ、ダブルループ、最後のジャンプ、トリプルサルコ、すべて降りました。コンビネーションスピン、全日本で大きなインパクト、ジュニア代表川端智恵、ショートに続いて会心のフリー。川端智恵さんの演技でした。
3位表彰台川端智恵選手です。改めて今のお気持ち聞かせてください。今はあまり3位になれたっていうなんか実感っていうのがまだないんですけど、自分の演技をその全日本の舞台でできたので今はすごく嬉しいです。この全日本の目標の一つ自己ベスト更新も大幅に更新してのこの表彰台となりました。自分にはどんな言葉をかけたいですか？目標にしてきたここでの目標にしてきたことは達成できたので、その結果として3位っていう結果が得られたことがすごく嬉しいです。改めてショートフリー合わせてご自分の演技振り返ってみてください。まだもっと伸ばしていくところもあるんですけど、その今できていることを出し切れたのですごい達成感が大きいです。この代々木体育館はかつてフラワーガールも務めたことがある場所です。この場所で滑れたことはご自身にとってはどんな意味がありましたか？フラワーガールの時にここです代々木体育館で滑ってるすごい選手とかを見て、自分もいつかああいう風になりたいと思っていたので、今日ちょっとそれが叶ったかなって思います。改めて世界ジュニアもぐっと近づいたと思います。今後の目標、どんなスケーターになりたいか教えてください。今後もフリーとショートをしっかりとノーミスしていって、いつでも力を発揮できるスケーターになりたいです。3位表彰台本当におめでとうございました。ありがとうございました。川端智恵選手でした。ありがとうございました。